皆さんこんばんは、スルメです。今回もですね、あつ森やっていきたいと思います。あ、間違えた。私がスルメです。はい、ということでですね、今回はハピパラをやっていきたいと思います。はい、ハピパラはですね、別荘をね作った住民さんがこんな感じでね、なんか海で遊んだりしてくれるので、めちゃめちゃ癒されるんですよね。見てください、この2人なんかめちゃめちゃはしゃいでるんですよ。なんかお互いに砂をかけ合うとかじゃなくて、なんかもうひたすらね、ひたすら目の前の砂で遊ぶっていうちょっと目的よくわからないんですけど、めちゃめちゃ微笑ましい。はい、ということでね、今回もお仕事していきたいと思います。はい、ということでですね、今回は普通にお仕事をするだけではなく、検証をしていきたいと思います。はい、ハピパラはですね、こんな感じで遊びに来ている住民さんに営業をかけて、別荘をね作りませんかっていうお仕事をねするんですけれども、住民さんたちはね、みんなこんな感じでご要望があるので、そのご要望にお答えして、住民さん好みのね別荘を作るというものなんですけれども、今回はですね、住民さんのご要望をガン無視して全く真逆の別荘を作ったら、住民さんは怒ってしまうのかという検証をしていきたいと思います。はい、ということでですね、今回のターゲットになるお方は、はい、こちらのムーさんでございます。はい、ということでですね、早速ムーさんのご要望をお聞きしたいと思います。はい、ムーさんのねご要望は、石油王の館みたいな贅沢な別荘を建てたいぜということですので、貧乏でね質素な別荘をね作りたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ではね、ムーさんの別荘を作りましょう。任せろ。はい、石油の館ということで、あー、この3つを使わなきゃいけないんだ。結構すごい、玉座と金の延べ棒と車めちゃめちゃ石油っぽいんですけど、まあ、頑張って質素に貧乏にしていきたいと思います。場所はここら辺にしよう。でかっあ、これ車か。ほう、ここが俺の別荘近い。なかなかいいところじゃねえか。仕上がりが待ち遠しいぜ。今回は家具の入った段ボールが庭にも置いてあるみたいだよね。初めて見ました。庭の段ボールも忘れずに絵で開けてね。オッケー、とりあえず開けるかおー、なんかもうこれがあるだけでちょっとな金持ち感出るんですけど、まあ、中をね頑張って質素にしていきましょう。どうぞ。で、これが、お、玉座。玉座がね、なかなかちょっと金持ち感あるんだよね。やっていこう。まあ、とりあえずね、まずね壁から選んでいきましょう。質素な感じの壁があればいいんですけどね。コンクリートとかかな。あ、テントの壁いいじゃん。テントの壁めっちゃ質素じゃない。うん、テントの壁が多分一番質素っぽいですね。あ、すごい、黄金の床だって。うわ、すごい、石油王だこれ石油王の床だ。まあでもね、今回はちょっと質素にねしないといけないので、床もねテントにしましょうかね。空き地の床とかもあるね。空き地の方がいいかな。なんか質素感出るね。何これ、ケンケンパの床だってめっちゃ可愛い。砂漠の床、あー、でもなんか砂漠もいいね。いや、でもなんかこのちょっと草っぽい感じがいいかもしれない。質素な感じ出てますよね。ほぼ外みたいな。いいね、いいね。え、待って、見て、黄金のトイレがありますよ。え、すごい。あ、やばい、これ金塊のトロッコとか黄金の祭壇とか黄金の食器とか、めちゃめちゃ石油王っぽいものがいっぱいあるんですけど。え、すごーい。でもね、これは今回は使いません。丸太のスツールとかがいいんじゃない丸太のテーブル、シュラフでしょ。あ、いいね、和式トイレありました。和式トイレ、まゴミ袋、あ、段ボール、あ、これもいいですね。ドラム缶。絶対石油王こんな暮らししてないよね。この玉座をね、ちょっとどうするかが考えものなんですけど、ちょっとこのね丸太のテーブルはでかすぎるっていうか、ちょっと豪華かもしれない。やめましょう机はね段ボールで十分なんですよ。いいね、
段ボールと丸太のスツールでいい感じです。そう、広さもね変えれるんだけど、今回は質素なね家にしたいので、広さはねこの一番狭い形にしたいと思います。あ、もっと狭くできるのか。もっと狭くしちゃう。さすがに狭いね。横にしようかな。あ、これでいいですね。ちょっと狭い感じ。あ、いいかもいいかも。はい、トイレはね全部ねこのバケツで流すということでいいんじゃないですか。だいぶね、ちょっとムーさんの思い描く家とは違う家ができたんじゃないかなと思います。はい、こんな感じにしてみました。いやでもちょっとね、玉座の存在がでかいな。ちょっと玉座があるだけでちょっとなんか質素感がやっぱ出ないんですけど、でもこの玉座はね絶対に使わないといけないので、なんかゴミ袋ね上に置いたりとかできればいいんだけどな。ひっくり返すか。ひっくり返して段ボールで隠しちゃう。あ、置ける置ける。あ、いいやいいや。ドラム缶ってなんかリメイクできるのか。あ、これにしよう。ダメージ、あ、いいね。ゴミ袋もいいんだ。あ、なんか白もいいね。え、すごい。あ、待って、めっちゃ可愛い段ボール。かぼちゃ、トマト、じゃがいも、あ、人参、さとうきび、小麦粉。あつ森の中でね、あつ森の世界で作れる野菜のさ、段ボールにリメイクできるんだ。え、めちゃめちゃ可愛いですね。まあでも無地にしましょう。できましたー。はい、しっかりね、ムーさんのご要望とは真逆の部屋を作れたんじゃないかなと思います。はい、まあ玉座とね、金の延べ棒は絶対に入れなきゃいけなかったんですけど、なんかね、この部屋にあるとさ、この金の延べ棒もなんかゴミみたいに見えますよねなんかチョコのお菓子かなみたいな、なんか全然ね高級感がなくなったのでいいんじゃないかなと思います。はい、ではね、できたということでご報告しましょう。大丈夫かな、これぶっ飛ばされないかな私ムーンさんこわもてだからさ完成しました。ドキドキするよ、待ってました。いよいよお披露目の時間だな。怖い怖い。あんたの丁寧な仕事ぶりじっくり見せてもらったぜ、たくま。え、怖い、なんか、え、怖い怖い怖い大丈夫かな、気に入ってくれるかな、ぶっ飛ばされないかなはい、石油王の館ということでどんな気持ち今、どんな感じをめちゃめちゃ心臓ですよ、だって床ないんだもん床がね、もうほぼ外なので、めちゃめちゃ質素な部屋なんですけど、ムーさんどう思ってんの。え、どう思ってんのこの顔。あ、笑ってる笑ってる笑ってるよ笑ってたけど笑ってたけど笑ってたけど大丈夫かな、気に入ってくれたのかな、不安不安。あんたやるじゃねえか。俺が想像してたよりはるかにいいぜ。大満足の出来栄えだ。マジでマジで石油王ってこんな暮らししてんの確かに石油王の方に会ったことないのでわかんないですけどムーの想像する石油王はこんな感じだったらしいですねマジで怒られなかったんだけど。え、でもさ怖いよね、ちょっと。なんか今はさ大人の対応で怒ってないけど、後でさ匠さんのとこに苦情の電話来るかもしれないですよねめっちゃ怖いわ。とりあえず写真撮ろう。はい、ではね、いい写真も撮れたのでね、帰りたいと思います。ムーさん、ご協力ありがとうございました。おつおつ、帰りなさい、お疲れ様。あ、怒られなかった、よかった。おー、嬉しい、結構もらえました、イエーイ。はい、ということでですね、今回はハピパラの検証ということで、住民さんのご要望をガン無視して全く真逆の部屋を作ったら怒られるのかというね検証をしてみたんですけれども、全く怒られませんでしたむしろね、褒めていただけてしまいましたというね検証になりました。住民さんはめちゃめちゃね心が広いですね。はい、こんな感じでゆるっとやっております。あつ森でもね、いろいろ検証をやったりとか、マイデザインを作って遊んでみたりとかしておりますので、他の動画も見ていただけたらすごく嬉しいなと思います。
もしねこの動画が少しでも良かったなって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価とコメントなどねいただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。